はい、こんにちは、レオです。お元気でしょうか。久しぶりにちょっとビデオの方でお話ししようかなと思います。6月に入ってですね、梅雨ですよね。で、東京とかも始まったと思うんですけど、GoTo トラベルというか、宿泊とかがね、安くなったりとかする、その都民の限定だったりとか、その地域、各都道府県とかの地域とかでのその割引みたいなものとかが、今、いろいろあると思いますし、外国人の受け入れだったりとかが、幅が広がってきてとか、いろいろ変化がちょうど出てきている時かなと思います。で、梅雨の時期とかっていうこともありますのでね、そういった変化、自然的な変化とかっていうのもちょうどあって、またこれから7月、梅雨明けて暑くなるというところなんですけど、今日お話しするのは、その環境に関係する、自然環境に関係するという部分での、お話はしたいなと思っています。で、特に最近ですけども、もう毎日のようにですね、SDGs のものだったり、サスティナブルって言われてることでですね、ゴミの問題、プラスチックゴミだったりとか、特にこの気候変動による、この熱によってですね、いろんなものが生物が、なくなっていくってことだったりとか、ありとあらゆるものがいろいろ変わっていく。そして戦争が起きているというその背景も資源戦争ですから、資源の争奪戦争ということで、これは特に第一、世界大戦、第二次世界大戦もそうだと思いますけど、基本的にこの資源をね、での戦争っていう部分で捉え方を変えると、いろんな見え方が変わってくるかなと。それの延長線上に今あるというところですよね。で、様々な、カーボンニュートラルという部分をしていったときに、当然ながら、石油的なものもそうですし、ありとあらゆるものがちょうど、見え方が、価値観とか、いろいろ変わってきてますよという時期にある中で、やはり、エネルギーというのがすごく重要な要素を占めていますから、そういった部分で、今、こういったことが起きているのかなと思います。で、特に日本の方の話をするんですけど、今そのグリーンテクノロジーのものに関しては、この間ビル・ゲイツさんですね、発信していた内容ですけども、グリーンテクノロジーはね、世界スタンダードで低価格で誰もが利用、購入できるものにしなければならないと、言ってるんですよね。ここがすごく一番の課題というところで、要するに、低価格で誰もが利用できて購入できるものないからそう言ってるんですけど、今ほとんど注目されているのはそのグリーン、環境圏ですね。グリーンで言っても緑という部分だけではなく、地球環境そのものに関係する産業のテクノロジーだったりとか事業者にはもう世界中で本当に注目が集まっていて、どこの企業もそうですし、その全てのものに対してその SDGs って言われているものもそうなんですけど、特にこの気候変動だったりとか、環境系の部分の意味でのグリーンのテクノロジーにね、すごくもう注目をしていると。で、実際は低価格で誰もが利用、購入できるものかっていうことを今現状で考えたときに、世界でももちろんそうなんですが、これをちょっと日本の方に置き換えて、見てもらいたいんですけど、現実的に、ほぼ逆走してんじゃないかなというのが日本だったりしますよね。で、本当に環境にいいもの、本当の意味での環境にいいもの、ただメーカーがそういうふうに歌ってるとかね、っていう部分であればどこもエコとか環境だとかサステナブルだっていうふうに表記はされてますけど、いや、本当の意味で環境にいいかってなると全然違ったりするわけですよ。特に日本の場合は。そういうふうに事業者が言っているだけみたいなものも結構多かったりしますから、製品とかもですね。で、本当の意味での環境にいいものをもし利用する、購入
っていう部分になってくると、もうある程度ですね、収入の高所得者層の人たちしか買えないし維持できないというような、特に日本の場合はそんな状況なんじゃないかなと。特にこれからはそうですよね。で、特にこのエネルギーのコストが今異常にどんどん上がってますし、インフレの中でも一番こう、まあ、ヨーロッパとかもそうですし、他の、まあ、日本以外もそうですけど、すごく一番問題になっているのはそのライフコストですよね。エネルギー、電気代だったりとかガスの代金だったりとかも異常に高騰してたり、何かこう物を送るとかの輸送のコストも全部今ね、物価が高騰してたりすると思うんですけど、その上がり方が半端ないよというようなね、情報を皆さん聞いたことがよくあると思いますし、実感している方もね、非常に多いと思いますよね。じゃあ、それで、その、ご自分で普段使っているものを太陽光のね、設備に置き換えて、パネルを置いてとかですね、発電して、少しでもそのコストを下げたいって考えている人は、まあ、すごい大多数いるんじゃないかなと。じゃあ、でも実際、まあ、マンションに住んでとか、で自分専用のそのところだけの設備つけるなんてことはそもそもできないので、まあ一般的な戸建ての住宅だったりとかに切り替えてパネルを置いてみたいなことを考えたとしても、これその、ま、何も知らずにそれをいろいろやろうとすると、日本の場合はもうかなりですね、無理があると、すごい、まあ、政府の方にこうからくりというか、収入がこう全部持ってかれるような仕組みがまだ成り立っているので、この辺がまあ日本政府の汚いところって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、もうこの裏のからくりを知ってしまうとですね、大丈夫なのかなこの国はっていうところになってきますよね。で、特にこの、じゃ今のこの太陽光の設備発電するっていう部分もね、ある程度維持していくっていうこと、もし、まあ、ローンを組んだりとか何らかした購入ができたとしても、まあ、維持していく、長く、長い目で見たときとかっていうふうに考えたときに、当然、まあ、かなり、元が取れないっていうのがもう、どんどんどんですね、今その、例えば売電をするというのも含めた、その、電気の代金に当てるっていう部分で考えたときにもそうですし、それを維持していくのに、もう、ある程度長期で置かないと、そもそもペイできないですから、で、その中に、まあ、特にこの災害、日本の場合は災害も多い、特にどこの地域に住んでも地震はもう、必須の地形ですから、そういった部分で、壊れたりとかっていう部分で保険をかけたりとかですね、メンテナンスするっていう部分だったりとか、家の中に置いてあればいいですけど、外に置いてあるものをつけてるものですから、当然なんか何らかしら、ね、一般的に言われてるのが約前は、昔は40円ぐらいの、ね、売電ができてっていう部分ですけど、今17円ぐらいですので、で、実際のところ、そのいろんなものをつけたり、蓄電池とかどんどん含めると、だいたい15年以上、から20年以上そこに住んでやっとペイできるかどうかっていう、それでも厳しいと、その日本の住宅の、事情を分かっている方は、そもそも敷地が狭い中に置けるとこの範囲も、狭まってますから、海外のように大きな、いろんなところにですね、こうパネルをつけてっていうようなものになってくると、まあ、莫大なコストがかかってきますので、まあ、投資として見るっていう部分までの方とかであればまた話は別ですけど、一般的な、ごくごく普通に自分の自宅のですね、だったりとか、家族だったりとかの、その電気代とかを賄う分ぐらいで攻めてる部分だったりとか、なんか災害が起きた時とかに、その電気を使えるようにしておきたいっていうぐらいのレベルであっても、そもそももう、ほぼマイナスをずっと維持する。もしくは、単なことをすると災害とかが起きて、全部パーになるということも踏まえて考えないと結構厳しいかなと。当然まあいろいろ保険とかはあったりとかするとは思うんですけど、それでもなかなかこう今じゃ現実で今起きてることとをそれを踏まえると結構厳しい事情があったりしますよね。また再生可能エネルギーの自動車、特にまあ電気自動車、新しいものとかも出てきてはいると思うんですけど、じゃこれを買うってなった時からこれを維持していく、長い間維持していく、そしてそれのその発電の部分だったりとかチャージするものが、まあ、水素とかもいろいろあると思うんですけど、まあ、その車を買うっていう購入の費用もそうですし、それをつけるっていう部分に関して当然ながら一般的な
まあ、車庫照明だけ取ってとかってわけにはいかないですから、まあ、当然それで、充電はその近くのディーラーとかでやってみたいな人もいると思うんですけど、まあ、普通に自家用車として使うっていうことを考えたときに、やはりそれをやってたら、まあ、どっかで、まあ、ほとんど自家用車じゃないじゃんっていう話になってくると思うんですよね。なので、まあ、じゃあそれ自動車がダメだからジェット機を所有するのかとなってくると、当然なんかこの敷地だったりとか、いろいろな、免許とかもそうかもしれないですし、本当にある程度その所有者としての、ね、資金力だったりとかそういったものがないと、そもそもこういったものを、ね、狭い敷地の日本の中で持つことができないと。海外であれば普通にプライベートジェット持ってるっていうような人たちもね、当然なんか庭の敷地も広いですし、そういったものが、ね、そっちの方がこの移動に優れたりとか、いろんな部分で、優れてるからそれをね、値段的にも考えてっていうふうな、日本ではそもそもそういうのがね、厳しいと。また環境に優れてるじゃあ家をスマートハウスにしようとなってきたら、当然ながら、ね、一般的な住宅、その建て売りの住宅とかってよりも当然スマートハウスになってますっていうものを購入するにあたって、ある程度の資金力がある方じゃないと、高所得者の方じゃないと、まあ、例えばローン組めて買えたとしても維持できないよといういくら低金利だっていう話だったとしても維持していくのはかなり結構大変じゃないですか。で、またそういったものを建てるっていうか、その土地とかも一等地になれば一等地になるだけ、要するに人が住めるようなところで、こう人が集まってるところに住みたいというところの土地を買う、建物を買うってなってくると、またその税金になったりとか、ね、そこの単価だったりとか当然上がりますから、まあそういった部分も含めてですね、またそこの所有権だったりとか、また環境に優れているって言われているもの、本当の意味でですね、ただこう表記で書いてあるとかっていう意味じゃなくて、本当の意味でその優れている家電とかですね、家の中で使う家電とか、まあ、庭で使うものもそうですし、まあ、うちの方ではその芝刈りのロボットとかもね、今この6月の時期とかなんてこう問い合わせが来たりとかっていう部分で、まあ、海外のものとかも含めてやってますけど、そういったまあ家電的なものだったり、まあ、インテリアと言われているものも含めて、まあ、サステナブルなものだったりとか、環境にいいものとなって、ものを揃えようと思ったら、当然、一つ一つのものの単価が、今普通に売られているものよりも、当然、値段が一気に、上がりますから、そういったものを購入して、それを維持して、そういった生活を維持していくとなってくると、まあ、ある程度ですね、そういった所得の高い層の人たちに限られてきてしまうと。にもかかわらず今日本はそのね、インフレが起きてますけど、貧困層だったりとか、その収入的な格差もそうなんですけど、どん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 こう、そういった下の層の人たちがどんどん増えてきて、福祉は充実してますって言ってますけど、もうお金を配らないとやっていけないっていうぐらいの国の財政状態の中で、わけのわかんないところにね、その防衛にお金をかけるとか、予算とかっていうのがそっちには流れてますよ。国民には流れてないよ。国民の一般的な生活の一般的な水準の方には、どんどんどん厳しくなっていくっていうのが、これからの特に今の日本の状態の中で、結構大変なんじゃないかなということが今起きてるとは思うんですよね。なので、まあ、機能的に同じようなものを、もし揃えようと思ったら当然安い価格のものだったりとか、まあ、そもそもリサイクルでもいいわけですから、リサイクルショップみたいなものだったり、まあ、メルカリみたいなものだったりとか、オンラインでですね、誰か持ってるものを誰かから安く譲ってもらうとかっていうのを取引しても、まあ、同じ機能的なものだけを買うっていう部分であれば、それでも全然いいと思うんですけど、じゃあそれが環境にいいのかなんとかっていう部分で考えたり、すると当然ながら、まあ、中古っていう部分になってきますから、まあそういった部分では、やはりちょっとね、変わってくるんじゃないかなと、し、本当の意味で環境にいいっていう部分でそういったものを購入して利用できるようにっていうところの最初の話に戻るんですけど、なってくると今は要するに低価格で誰もが利用購入できるものじゃないから、まあ、ビル・ゲイツさんがですねこういうふうに発信してるわけですよ。要するにもっともっと普及させないと単価が高すぎて誰も買え情報だけがすごいね、すごい錯乱してるというか、すごいこう、
ね、うわー、こう環境ってなってる割には、実際のとこそれを、ね、購入することもできないし、誰も維持できないよと。もう本当に高所得者の人たち、この世の世界を回せるような人たちだったりとか、ね、このあるその国の中でも本当に注目されているような、ね、あの大きな会社を所有されているような経営者の方とか、まあ、もしくは政治家の官僚の方とかね、そういう部類に入ってこないと、そもそも結構ね、成り立ってないわけです、話がですね。というのが実際の現実的な話なんじゃないかなと。で、特に日本の場合はもうそういったいろんな事情があるので、どん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 こう、言ってること、世界でこう回ってスタンダードの基準とどん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 違う方向に行ってるんじゃないかなと。で、まあ現実的にはそのね、機能だけど揃えてるものっていうのを安いものでね、持ってたりして、私はそれで裕福です。私はいっぱい持ってますっていうような人たちがね、裕福だと錯覚してる人間はすごいいっぱいいると思うんですけど、でもじゃあそれ本当に環境にいいものなのかとか、本当に意味のね、なんだろうな、環境にいいものを持っている人なのかなって思ってくると、ちょっと違ったりするわけですよね。それは思い込まされて、今まではそういったものを持っていることで、ね、裕福だとなされていたものが、実はそれを環境に悪いものだったというものを持ってて、私たちは幸せだと、裕福だと、言ってるような人たちが、ね、特に日本には多かったりするわけですよね。で、それを切り替えるには当然ながら、また費用の部分だったりとか、いろんな問題が起きますから、なかなかそう簡単に切り替えができないというところですよね。で、まあ先ほどの中で、このはですね、電気自動車の方の話にちょっと戻るんですけど、まあ、当然ながら、電気自動車の今、設備系のことをうちの方でもですね、いろいろ取り組んでやってますけど、まあ、電気自動車をもし所有するにあたっては、当然買うにはですね、充電の設備が必要ですよね。なので、まあ、例えばディーラーとかに行って、日産とかに行って、リーフを買いたいですって言ったところで、車だけもし買えたとしても、それを充電する設備自身が自分のところにもし付けるってなってくると、それだから、まあ、分譲で例えばマンションを持ってますとか、一般的な賃貸で、ね、そういった集合住宅に住んでます、マンションの中に住んでますっていう方が、充電設備を自分用に取り付けるってことになると、それだからいろいろ、その管理された駐車場のですね、ところの許可をもらったりとか、そういったものが必要になってきますから、なかなかじゃあその充電設備そのものを入れて、また、もし自分たちが退去するときには、ここをね、出るときにはそれを、すべて、現状回復させますっていうような条件を組むとか、しないと持てないと思ってくるけど、そもそも電気自動車買う必要ってあるのかなみたいになってくるので、なかなかそこがクリアできなかったり、じゃあ一般の戸建ての人たちが持ってる人たち、もう多いと思いますけど、まあ、実際ですね、その中古車で買う、中古、販売、新車で買ったものを中古の販売して、それを誰かに言うと中古車になると思うんですけど、まあ、実際補助金が出るって言われてるものは、新車にしか出ないんですよね。で、新車っていうのはそもそも、冒頭に申し上げた通り、再生可能エネルギー系の新車って相当結構金額が高いですから、海外のものも含めてですけど、で、まあ、それを変えたとしても今後維持していくってことを考えたときに、ある程度のやっぱそういう今はいいんですけど、今はとりあえず持ってますみたいな、ね、メディアとかでこう出てきたりとか、なんかのこうイベントとかでね、そういう環境にいい車乗ってますみたいな感じでこう出てきて、こう、ね、そういうふうに話したりトークしたりする結構いたりするんですけど、今はいいんですけど、今後長い目で見てどうなのかなっていうところまで見えてないかったりする人も結構多かったりするんですよね。維持していくっていうことだったりっていうことを含まれてたんですけど、例えば水素カーとかもそうですよね。水素カー持ってる方もね、増えてきてはいると思うんですけど、自分で水素をチャージできないじゃないですか。水素カー持ってらっしゃる方とか、その辺のいろんな事情を知ってる方はね、いると思うんですけど、あれは免許がいるんですよね、水素のチャージするのに。なので、その資格を持ってる方がもしいればいいですけど、そういったチャージステーションに行って、そういう資格を持っている人があれチャージしなきゃいけないっていうのがあるので、自分で勝手にですね、水素管買ったからっつって、自分でその資格なしでチャージができないっていうようなところになってくると、そもそもそれって快適なのかなとかっていう部分がやっぱりあったりしますし、
そういったところをやっぱ変えていかなきゃいけないですから、で、まあ、電気の方に言いますけど、じゃ電気自動車がほとんど今普及してます。世界中、中国もそうですし、アメリカもそうですし、ヨーロッパもほぼ、まあ、電気自動車、今市場にこう切り替わっていってて、で、規制もそうですけど、条約ももう出てますから、何年までにね、ガソリン車、ディーゼル車全部禁止ですよと。まあ、日本はちょっと、まあ、そこまでも出てないという状態、ちょっともう遅れてるんですけど、で、まあ、どんどん切り替えていっている中で、日産とか、まあ、三菱の、販売とかが、ね、こう停止したりとかっていうのも、販売とか、その製造の部分で前出してたやつとかは、今もう、販売してないとかっていうものもあったりしますけど、まあ、そこにもやはり、ね、作る段階で CO2 が、ね、すぐ出てたりとか、三菱とかはそうなんですけど、今ほとんどは前出してたいろんなタイプのものとかが今、新車では今販売してないというような状態で、新しいものが今後出てきますからというようなものだったりしますよね。ですので、そうなってことも限られてくるというところで、新車をじゃあそれで買ったらいいのかなっていうところになってくるんですけども、補助金がついたからといって、もうそれでも結構金額が高かったりすると。で、一番、まあその電気自動車これから買おうかなと思ってる方で、一番こうネックになっている部分っていうのは、このチャージのこともそうなんですけど、要するにバッテリーのことですよね。ちょっと海外のところまでの部分に関して、細かいところまでまだちょっと私もわからないんですけど、特に日本のこの車の、まあ、これちょっと政府の規制とかもいろいろあるので、まあ、この辺もからくりなんだなっていうのがね、最近よくディーラーの方と話してて感じるんですけど、要するにリーフの、もしリーフを買って、まあ、20kW、30kW、62kW で今、ね、フル充電の 400km ぐらいまでは最高速度が出ますよっていう、こういろいろタイプがあると思うんですけど、例えば中古車で、価格が少し安くなったからといってもですね、20kW のやつのチャージができると、だいたいフルで 100km ぐらいしか、ね、だいたい走らないとか、100とか100、行っても100ちょっとしか走らないっていうのが、どんどんこう落ちてくる、乗ってたら落ちてくると思うんですけど、じゃあ、そこのバッテリーだけ、ね、じゃあ新しいものを交換したいとなってくると、その 20kW の新車を新車であれ、中古車であれ買ったら、それしか、交換できないんですよね。で、車の構造上そんなことは絶対ないはずなんですけど、リーフで買ってその車種、新車で例えばサクラっていう日産のやつとかをもし買ったとしても、アリアとかですね、そこに乗っかってるチャージのやつが、それと全く同じものしか交換しちゃいけないっていう、まあその条件みたいなものが疲れちゃうわけですよ。そもそもその時点でおかしいだろうって話なんですけど、どんどん時代が変わっていって、これからね、ある程度長い間乗っていってっていうことで見たときに、当然バッテリーの消耗っていうのが、ね、落ちてきますから、だからそこの部分だけね、他の性能モードを切り替えたりとかすることができるんだったら、もう中古車買っても新車買ってもいいと思うんですけど、まあ、そういうふうに規制がすごい日本の側がされているので、ほとんどもう、結構その乗る側にとってのメリットっていうのはほとんど少なくなっていて、業者さんだったりとか、まあ、業者さんといっても日本の場合は、特に自動車で、ね、この結構産業が回っているような、日本そのもののですね、あれが回っているようなところもあるので、まあ、そことこの、まあ、癒着とかもいろいろあるんでしょうけど、まあ、そういう、まあ、ちょっといろいろな裏事情があったりするんですよね。だから、ね、海外製とかのものって変わってくると思うんですけど、考え方とかもそうだと思うんですけど、バッテリーだけポンと交換するっていう、他のものでも別にいいんだったら、別に 20kW じゃないものとか乗せてももっといいというんだったら、その中古車そのものもですね、生きてくると思うんですけど、このままもし行くとですね、じゃあ中古車ほぼ廃車にしなきゃいけなくなってくる状態、電気自動車として作ったものも、結局はそれ誰かが所有しなかったら、中古で販売したとしてもですね、その航続距離がほとんど取れないものを買うことはもうやっぱ少なくなってくると思うので、時間が経てば時間が経つほどどんどんその価値が薄れてくると、なんてことで最終的にスクラップするしかなくなってくるとですよね。同じ金額出すんだったら、もっといい精度のやつの電気自動車買った方が良くなってきますので、
そうなってくるとですね、今最初に申し上げた環境のこのゴミ問題っていうところになった時に、結局その中古車には補助金がつかないってことだったり、中古車こそ当然ながら本来だったらこう循環させ、世の中に循環させて、もっとそのバッテリーの部分だったりとかを、ね、もっと自由にやられるんであればですね、日本ももうある程度こう普及率もそうですし、まあ、環境にとってすごくいい考え方で、この国はっていうふうに注目されるかもしれないですけど、今のやり方は完全にこれ逆行してますから、単なる金儲けで動いてると。国の金儲けですから、完全に車買ってもですね、ほとんどが税金だと思うんですけど、いろんな部分で、あ、これからくりだらけなんだなということがですね、まず皆さんに知ってもらった方がいいかなと思います。特にこれはもう日本政府そのものの、もう、なんていう考え方というか、汚いなと、はっきり言ってですね、車を乗る人たちのことだって、ライフコストのことだよ、を、で、世界がこれだけ環境のことに対してすごくシビアに考えて、いろんなものがこう変わっていってる中で、日本のやり方は、はっきり言ってこれもう、かなりね、ひどいなと、いうのが正直な、現実なのかなというところですよね。いろんなものがこう、オートパイロットだったり、プロパイロットだったりとかっていう機能とかも、ね、ついてたりしても、結局のところ高速だけしかっていう部分だったりも、そもそも日本の事情を分かる通り、使うところもね、限られてきますので、まあ、その辺も踏まえてね、いろいろ見た方がいいんじゃないかなというところです。で、おそらくこの、ね、車は特に、乗る方、ね、多いと思うんですけど、こういう状況になってくるですね。じゃあその廃車になってくるゴミの問題とかどうするんだろうなというところなんですよね。結局誰もその後乗れない、交換できないから買わないじゃんって話になってくるので、これは多分 また今後ですね、もう少し時間が経った時にまた一つ問題今増やしていってるような状態になってくるので、今から10年15年、まあ、そのカーボンニュートラルのいろんな目標がある中で、世界がこう動いている動きと、日本がやろうとしているこの今のこの仕組みそのものが分かっている人が動かさないと、結構大変なことが今後多分起きてきますよっていう、まあ、状態ですよね。どん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 悪くなっていきますよと。まあ、世界からはどんどん白い目で、ね、叩かれていきますよっていうことにつながってきますから、もう分かりきっていることなんですけど、まあ、その辺も踏まえて、その住宅の事情だったりとか、太陽光の発電、そのエネルギーのことだったりとか、世界で今起きている戦争の、ね、背景になっても、その原子力って言われているその争奪の部分だったりとかもそうなんですけど、エネルギーの、ね、資源の、起きている、まあ、紛争というかですね、ことですから、これは日本もにとってもですね、なんか防衛とかなんとかとかやってる、本来ですけど時じゃないわけですよ。本当のことを言うと、もうそっちに目を向かせてみたいな、なんかことをやってるますけど、本当の現実的な問題を解決しようとはしてないので、どんどんどん悲惨な方に今進んでってますよというところです。で、まあ他にもまあいろいろあるんですけど、まあうちの方ではですね、そのお庭の特にその庭関係のことをやってきていく中で、その、まあ、電動で動くロボットの方を扱っています。で、まあ、これもですね、今はちょうどこのコロナのパンデミックで、ね、ウイルスとかの問題もあったりしますし、エネルギーのことだったり、電気代のことだったりとかってことも踏まえて、当然人間が作業させて、誰かにこう業者さん頼んでやってもらうっていうよりも、まあ、どんどんロボットの価格も性能もすごく良くなってきていて、海外のものとかになってきますけど、価格もですね、どんどんどん、ある程度安くて使いやすいものとかも今どんどん出てきてますから、まあ、もしよかったらうちの方のね、ウェブサイトの方を見ていただけますと、そのいろんなロボットの部分も含めてご案内をしてさせていただいております。で、特に、いろんな、まあ、メリットが今ありますから、環境にいいっていうだけじゃなくて、どういった仕組みになってるかっていうことまではね、詳しく今ここで今日はお話しするわけではないんですけど、ロボットの方に置き換えてもらった方が、当然作業させてるっていうものになりますから、もし事業者さんとかなんであればですけど、まあ、税金対策にもなったりすると思うんですよね。資産計上できますから、要するに、
その芝地そのもの、草地そのものとかにロボットそのものが産業用のロボットとしての扱いができますので、会計上その資産価値として、まあ、原価償却ができるあのマシンと、一般的なあの他の機械とかあの機械工具とかってものではなくて、そういったものでの原価償却が取れるという見方もねできますし、ロボットですから労働されてるのと変わらないので、まあ、そういったものもできますし、あのまたその企業用のその例えば、ね、あのロゴだったりとか広告みたいなものも含めてそのロボットのものに、ね、あの見せといて動かしておいてもらえれば、そのどっかの企業のねあのそのロゴが入ってとかっていうのが動いてるなっていうのがあったり、そういうこともいろいろカスタマイズもできたりしますから、まあ、そういう使い方も広告として使うっていう部分もそうですね、集客をされるようなところだったりとか、で当然ながらコストそのものっていうのも導入のコストだけではなくて、その長い目で見た時のその環境にもそうですし、そのいろんな部分でのメリットっていうのがやっぱ大きくなってきますので、まあ、ロボットはね、あの今後今重要なキーワードになってきますから、まあ、導入するという部分で考えてちょうどいい時期なんじゃないかなと思います。世界ではもう、ね、いろんなものがあります。普通に使ってる人が多いんですけど、日本じゃまだまだそんなにね見かけない人が多かったりね、植物園とかで見かけたよなんていう人は、ね、この間いましたけども、まあ、本当その程度だって企業もねどっかで走らせてとか、まあ、あったりすると思うんですけど、なかなかその辺で見かけるのはねすごい少ないのかなと、日本の場合それだけまだまだこう浸透してないんですけど、まあ、海外とかでは別に普通に買って普通に使ってっていうのがもう当たり前になってきているものなのにもかかわらず、なかなかこの日本ではところがまだ根付かない、この時期に入ってもまだ根付かないっていうぐらい本当に日本は遅れてる国なんだなっていうのをなんか自覚した方がいいんじゃないかなと思います。正直どんどん皆さんが使えばです、どんどんコストが落ちてきて、もっと、ね、その他のことに時間が使えたりするにもかかわらず、まあ、そういったものに関して、ね、国はね全然注目もしないというかですね、とこなんですよね。環境にいいものにもかかわらず、にもかかわらず、まあ、その今ですか、その GoTo がどうとか、あの防衛がどうとか、なんかその与野党はなんかどうしてこう国会議員でどうしてね、こう争ってみたいなことでメディア使ってなんかやったりしてますけど、メディアにお金払ってそのことやってますけど、そんなことやってるのみたいな感じですよね。なので表向きではね、なんかああいう風にこうパフォーマンスですから、政治家って言ってもほぼ、まあ、今の政治家さんとかはね、ほぼほぼパフォーマーじゃないですか。でもう生まれてくる前からほぼここ最近のね、安倍総理とかもそうですし、今も総理とかもそうですけど、生まれてくる前から総理大臣になるのが決まってる人ですよ、私ですよね。おじいちゃんとか、そのひいおじいちゃんの時から政治家の人たちがね、の家系に生まれてきた人が今やってるっていうのは、当番制みたいになってるような感じで、こんなのもうね、ほとんど世界の海外の人たちも、若い人たちもみんな結構知ってると思いますけど、もうからくりだらけなわけですよ。なのでそういう意味で大丈夫なのかなっていうのが、まあ、この日本の今の事情だったりしますし、誰がコントロールしてるのかっていうところだったりとか、世界がどういう動きをしててっていうところをちゃんと見て動いてるのかなっていうところも捉えないと、急激にですね、こういうふうにまたパンでネックが起きてとかね、この売るのものがストップしてとか、国を封鎖してみたいにはなってますけど、まあそうせざるを得ない状態になってます。何かあった時でも揺るがないぐらいの感じに対戦してればいいんですけど、そういうわけにいかないで、みんなこう揺さぶられてるだけで結構もう大変だと思うんですよね。でもその揺さぶられてる大元になってるのはウイルスじゃないわけですよね。本当はウイルスで苦しんでる人ってほとんど見たことないと思うんですけど、揺さぶられてるのは多分政府たちのこのぶつかり合いみたいなところにこう揺るがされてるだけで、なんかその辺でこう世界とのこうやり取りがちょっとねひどいなっていうふうにちょっとまあ最近感じてはいるんですけど、まあ私の方ではその政治そのものは細かく分かんないんですけど、どちらかというとその環境系の部分関していろいろやってますので、まあ、よかったらそういった発信している内容とかもね、また見ていただいて、
まあ、何かご興味があればそういった部分でね情報をまた提供していただきたいなと思っておりますので、引き続きこちらの方ですねまた見ていただきたいなと思います。はい、それではこちらで動画の方は終了となります。ご視聴ありがとうございました。